ぷぺこさんありがとうございます。やった、神様ありがとう。皆さん、美容室に行ってきました。今日はおしゃべり会もあるし、コンサートも4月7日にあるから、ちょっと髪色もね、色落ちしてたから行きましたけど、濃いめに濃く入れたのでだいぶ暗めになったんですけど、春カラーって感じで、若干赤みよりのブラウンというか、もう本当に暗いんだけど、若干春の春っぽさも入れてもらいましたけど、どうかな、すごく清楚だねって言われました清楚じゃんって言われた。ヒロトさんありがとう。そうニューカラーです。だからおしゃべり会はこちらの色になります。 MK さん、 KMK さんありがとう。バラさんもありがとう。良きでしょうか、いいですかね。嬉しい、ありがとう。やった。え、本当？一緒くらい？同じくらい？そう、本当に暗めです。今回かなり暗めでございます。ちょっとね、配信とかだとね、色がねやっぱ違うから、そうね、ちょっとあれなんですけど、伝わり 100% 正確な色味を伝えれてないかもだけど、明日もフェスもありますから、あのね、平日だからちょっと来れない方が多いと思うんだけど、私東京だしね、ちょっとあの配信もあるからアーカイブでも見れるみたいなのでお願いします。嬉しい、やった。暗めに戻してくれ、余計に愛知綺麗になったなの気持ちが増してる。ありがとうございます。作戦通り。作戦通りです。作戦通りですが、それは私の計画通りです。ね、ちょっと今日湿気がすごかったから、もうか雨で濡れた。計画通りだ。私はそう、そういう作戦では、そういう作戦も一つ入ってましたよ。そうそう、あ、そうなの、荒れる風と雨で、え、最悪、最悪、もっと好きになりそうそうなのよ、好きになってもらいたいのよね、もっともっとね。そう、いいでしょう。髪の長さもね、なんかまあ全然切ってないんだけど、あのなんて、整えてもらっただけなので長さ変わってないんですけど、なんか順調順調、短くもなく長くもないので、すごく気に入ってる長さではあるけど、前もちょっとまだそんなショートにする予定はない。一旦ね、何事もね、その一回ね、調整期間は必要なの。なんか一回ちょっと伸ばしてまた短くなったら、あ、やっぱ短いのもいいねってなるじゃん。そう、そういう効果って感じで、たまにはね、
ょっと伸ばしてみてるから今。そう、可愛すぎる。だって、嬉しい、清楚だよって言われました美容師さんになんか美容師さんいつも行ってるね美容室なんですけど、まあ、店長さんにやってもらってるんだけど、その清楚キャラっていう、あのキャラ、どういうキャラとか自分がねどういう人かっていうのは別に言ってないけど、多分清楚が売りだっていう見方はされてないと思うんですきっとすごいおしゃべりだから私すごいおしゃべりだからしゃべるから、そうだって金髪もしてたしさ、あ、すごいなんか金髪にしてた時も本当プロだねって言われて私仕事のために金髪にしてたから、もう本当目立つぐらいがっつり抜いてくださいみたいな言ってたから、もうさすがですみたいな、プロですねみたいな言ってたから、まあ清楚だとは思われてないけど、今日は普通に髪色やってもらった時に、あ、これは清楚だわみたいなあれ清楚だねみたいな、清楚ちゃんって言われました。そうそう、髪色だけでやっぱね、いろいろね、本当に雰囲気って女の子変わるじゃん、すごいよね、新しい発見があるから面白いですよね。髪色かわいい、サイプと一緒なのか、さっきまで一緒にいたんだけど、そう美容室一緒に行ってご飯食べて帰ってきたけど、そうサイちゃんもかわいい色だったよ、すごくいい色だった、自然を感じるから本当にかわいい。大ちゃんありがとう。清楚で可愛くて素敵いつも言われないような、あれレアなワードだよ。愛知の顔ファンラジオ、本当タレ目、顔ファンってなんやろ、顔本当こういう眠そうな顔、なんかさ、垂れ目とか釣り目とかさ、いろんな好みあるよね人って。私は垂れ目だとは思うけど、垂れ目丸顔童顔フェイスです、多分、わかんない、私診断的には、自己診断的にはそれ、全然大人っぽい顔立ちじゃないみたいなんだよね。なんか大人っぽいっていうか、エレガントとかなんかいろいろあるんですよ、キュートみたいな。一応童顔よりっていう感じではあるっぽいです、わかりませんけどね。美容室予約してたから、お、本当にいいじゃないの、さえちゃんの髪色も楽しすぎる。そろそろさえちゃんも配信するんじゃないかな。な、染めれない、看護師で染めれないからね、本当にね、職業柄できない人もいるから、染めるのが本当に、そうだよね、染めたいっていう人もいますよね。黒ちゃんありがとう、こんばんは。早く劇場で、誰、そう、紹介してバラさんありがとう。とタイプなのか、本当、初めて聞いたんだけど、本当にですか、派手髪女、ああ卒業だっていいじゃない、春から春が来るぞ、もう4月になるから、私はちょっと新規行ってんね、また
この長さの外はね結構好きなんです。そう、私長濱ねるさんが大好きで、学生の頃お顔が大好きすぎて、すごくなんかロールモデルにしてたの、学生の頃から。葵ちゃんありがとう。行ったことないもんって聞いたことない、聞いたことなく。ヤクさんありがとう、ありがとうございます。葵ちゃんありがとう。カウンターの TV 一瞬で映った、一瞬映った、愛理ちゃんの顔に惹かれて。すごいね、地上波ってすごい。誰々に似てるって言ったらいけないと思って言わなかったけどね、全然。え、優しいね、なんかそういう配慮があるんだね、めっちゃ優しいじゃん。でも嬉しい、全然あの似てないけど、あの恐れ多いけど、ロールモデルにしたいっていう気持ちは本当に天使様だから。なんかね、そうそう、ネルさん好きなんだけど、みんなね、なんか垢抜ける方法とかっていろいろあるけど、誰かの真似とか、誰かのそのメイクの真似とか、いろいろ真似ることが結構ね、いいみたいだよね。多分誰かの真似をすることからいろいろやっぱ吸収していくといいみたいですね。そう、だからさ、たまにあるじゃん、その憧れの芸能人とかでさ、やっぱずっとこう見てたり、写真をさ見てたり、いろいろ好きだとちょっと似るみたいなとこあるじゃないですか、きっと。なんて言うんだろう、服装が似ちゃうとかさ、好きだからこそ服装が似てくると、系統が似てくるとかあるじゃん。そういうのが多分ね影響をもたらしますね。そう、髪暗くなってる、暗くなってる。今後はね、明るくなる、明るくする予定はあんまないかな。舞台はあるから、うん、暗めで行きます。うん、ね、明日行きます。見れるのめっちゃ楽しい。久々だよね、めっちゃ久々じゃない、現場。ねるちゃん推しだったんだ。そうなの本当ですか、ごめんね、キャラクターとか全然違くて、がっかりさせないかなって言って。そういうの、推しメンの化粧品聞き出して、あー分かる、そういうのいいよね。その色何色、何色だろう、ブラウンだよ、ブラウン。でも暖色系のブラウンかな、寒色系ではないかも。暖色、 春だからちょっと暖色系にしてみたけど、31、そうそうそう、もっと茶色いのかな。あーでもどうだろう、一緒ぐらいかな。いや結構暗い、かなり暗いです。普通にこっちのカメラで見ても結構暗いから、かなり暗めです。ありがとうございます。また金髪になる日が来るのか。金髪はねもうしないかなすごく冒険したか、したしできたから、すごく、ま、なんていうの、すごく満足しています。葵ちゃんありがとう。
ったしね。なんか本当に今写真見返しても、金髪の写真見返したらさ、自分めっちゃ明るいとか思って面白かった。なんか過去の写真見返したら、明るすぎみたいな思って、めっちゃ面白ってなって、だから来年とかも周年になって、去年のとか見返した時に、去年の周年こんな金髪だったんやみたいなすごいなんか本当に面白いよね。金髪も茶髪も似合うから羨ましいです。優しいね優しいね。金も可愛かったけどね。でも可愛かった。優しいね。願望してください。本当そうね、本当に。でもね、もうあの頭皮がねやばいから、頭皮が危ないじゃん。そんな黒にしたり金にしたりでやっちゃうとね、もう髪がなくなっちゃうかもしれない。しょわかんないから、一旦ステイ。そうね、黒い歴史ではないです。うん、黒歴史ではないね、マジで。めっちゃ輝いてた金髪の写真一人だけめっちゃもう発光しててキラキラしてた違う意味でキラキラアイドル。そう、金髪期間でもね3ヶ月ぐらいだった。本当に暗くしたりしたし、途中でね、なんかいろいろ色抜け、色落ちしてちょっと明るくなってた時もあったんだけど、金意外と3ヶ月ぐらい短かったんだけど、そう意外とみんな見慣れたらそういう期間って長く感じるんですきっと。そう、その時の思い出、振り返った時にめっちゃ懐かしい、この頃尖ってたみたいな言われそう。いいね、地毛の黒が強いから。まあ、分かる、あんなに合うの意外だと。黒漆黒だったからね、私漆黒。でもなんか私はね、一応理想を言うと、この落ち着いたブラウンの色味がすごく理想的なカラーかな。私顔一番可愛いって思う、自分が。そう、自分が可愛い色だなって、自分に似合うなというか、盛れる可愛いっていう色は、なんかこういう落ち着いてる、なんか万人受けするようなこういうブラウンの可愛い色味、可愛いっていうといろんな色可愛いんだけど、なんて言うんだろう、落ち着いた可愛い色味が私は好きなんです。好きっていうか自分に合ってるかなって思う、そして可愛いなって思う理想カラーって感じです。はい、金運アップの効果もすごかった。それね金髪のおかげで本当に特徴取れたと思ってる私。そこで特徴のディズニーチケットを取れたことで、もうもなんか金髪にしてよかったっていう、なんか元取れたって感じの本当にその効果をね信じてんのよ。そう、絶対その効果あったなって私は思う。大ちゃんありがとう。そう、金を引き寄せ、
金でね、やっぱ運を引き寄せましたよ。で、明日もね、NIG フェスでちょっと東京に行ってまいります。行ってきますので、明日は夜じゃないよ、2時35からぐらいから、多分2時半過ぎぐらいから。え、みんな全然明日のフェスの詳細知らない感じですか？ちょっと来ないからといっても確認チェックしてくださいよ皆さん。来ない方もぜひアーカイブとか配信でも見れると思うから、ちょっとお仕事中だと思うけど、もしかしたら明日金曜日ですから、その時間あ全然仕事してるみたいな方もいるかもだけど、アーカイブも見れるからちょっと見てね。絶対に頑張るよ。いつも可愛いけど今日一段とかも優しい、ありがとう。TikTok のアイコンの名前が誰かと思った。誰ですかね。私じゃないですよ。うん、私じゃないです。知らない、すみません。なんでですか。髪暗くなりました。はい、春のカラー、ブラウンの春カラーって感じでちょっと落ち着かせてみました。アーカイブでしか見れないかな、多分アーカイブで見れる、うんと思うですけども、2時半からですよ。2時半ぐらいから。会社辞めて、会社辞めてでも行きたかったよ会社。そう、 HKT の前がビビさんのグループさんですかね。プロ野球の開幕なの覚えてた。ちょっと、そっか、明日は開幕か。ディアタイできるのかな。できるんだったら絶対ね、できたらしていただきたいけど、できなかったらアーカイブあります。ちょっと来てください。これ空いてる方は。もうチケット売ってないか、売ってないか。喋り会のことしか頭になかった。なんでよ、みんな NIG、ゴキちゃん揃うんだよ。ゴキちゃんがフェスに揃う。フェスです。だから、ぜひとも、そう、チェックしてください。お願いします。お、2階の真ん中で、ありがとうね、見つける。そう、勢ぞろいですよ。ちょっと怠ってない。推しメンのイベント情報とかちょっと絶対に怠らないで、チェックを。私さ、すみません。そうだよ、本当にまあ来れなかったとしてもね、私はステージで頑張りますから。そう、ステージで頑張るから、やっぱねえ、パワー届けてほしいけど。あ、千尋さん、ありがとう。千尋ちゃん、ありがとう。ピンギン、ありがとうございます。金髪じゃないですよ、だいぶ前から金髪じゃない。
情報多すぎてて確かにね。 MC ないかも、ないかもしれない。 MC あるフェス全然ないよね。怠ってました、怠ってますよね。本当に怠らないでください。推しメンの発信するものとかいろ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 と怠らないでチェックを全部、大変ですけど、大変ですけどね、大変だけども、私もでも結構そのツイッターだったりインスタだったりあのメールだったりモバメ、あ、じゃあチャットだったり結構いっぱいあるけど、怠らずにしっかりまあ更新してね送ったりとかもしてるから、そう、みんなもちょっと追いかけ回してほしい追いかけ回すうん、反省します、してます、反省してください皆さん。どうするよ、私が明日消えたら、明日から消えたらどうする。私が活動を今してるのも当たり前じゃないんですよ。そしてみんなが応援してくれてるのも当たり前じゃないんです。そう、お互いなんですけど、私がどうするよ明日本当に消えちゃったら、どっかに脱走してしまったらさ、したらさどうしますか、したらさ、はあ、当たり前じゃないんだなって思うんですよ多分きっと。そういうことが起きたら、だって病気とかなった時に、はあ、健康なのって当たり前じゃないんだなってすごく思うじゃん。それと一緒で元気に過ごしてると、なんか全然何気なくね、ご飯も食べれて、痛いところがなくて、どこもで睡眠もしっかりできる、そういうのを普通にして、あの毎日ね何も思わずそうやって生きてることって当たり前じゃないんですよね。本当に本当に病気になった時とかに気づく病気にかかった時に、あ、もう辛いよ本当に、なんでいつもあんなに美味しくご飯食べれて痛いところもどこもなくて幸せなんだろうって思うの。それなんですよ皆さん、その原理で私が今いることが当たり前のように思ってしまってるかもしれませんけど、そういう活動できてるのが、でもそれは当たり前じゃないことでもありますよ。みんなの前で活動できてること当たり前じゃないんですよ。だからこそなんかやっぱり追いかけ回し、しますとかさっきコメントにありましたけどそれぐらい、それぐらい生きてほしいよ。やっぱそういう気持ちで、なんかなんて言うんだろう、やっぱ推しメン第一に生活してほしいって。いやもちろんお仕事大変だと思うけどね、そう、当たり前じゃないから全部ね。寝てしんどかったなんかどっか痛い、なんかさ本当に例えば歯が痛いとかなって、あーなんで痛いの、いつもあんなに全然なんともなかったのに美味しくご飯食べれない、なんでいつもあんな美味しくご飯食べれてたんだろう、幸せだなやっぱご飯食べること、とかやっぱそうやってねなってから分かるんだよ。
じゃあアイディがいなくなってから気づくんですかっていうことじゃないまあみんな私のこと大切に思ってくださってるのは分かってますけどね。分かってますけど、やっぱそういう気持ちは常々届けて私に知らせてほしいな。いいですか？現場で会えるまで2日、5年ぶり現場話しか初めて。本当？初めてか。5年ぶりだ。嬉しい。懐かしい。1兆円だって寝れなかった日々思い出した。そう、わかる。そういう病気かかるとね、本当になんて平凡な毎日が幸せなことなんだろうって思うよね。仕方が甘かったかもしれん深く愛情を注いでいただけたらやっぱ嬉しいですよ。重いオタク、なんか重いと深いを履き違えなければいいんじゃないかなって、難しいけど、その違いが難しいけど、食べれること幸せね。歯が痛いってか、痛いところがあるのってめっちゃ嫌ですね。あの歯が痛かったり、頭が痛かったり、お腹が痛かったり、喉が痛かったり、足が痛い、首が痛い、肩が痛い、もう痛いっていうのがさ絶対嫌だね。本当に痛いって、どっか痛いところがあるだけで本当にストレス。愛知は健康そうでいいね。そうですね、まあ大きな病気にはかかってないな。そうそう、深い男になるように頑張ります。よろしくね、みんな。インプラント入れた。インプラントか。インプラント、なんか小学生の頃に自転車で電柱になんかぶつかって、前歯なんか折れちゃったっていうか、折れたのか抜けたのか、折れたんかな、前歯がね、なくなっちゃってたの、一人男の子が小学生の頃に。そういう子ってインプラントにしたんかなって、どうやって治療したのか気になりますね。歯だけは嫌だよね、歯痛いとか。やだ。あらって、カメラマンさん来た。男の子って前歯なくなりがちだよね。そうなの？そうなの？あ、愛知のことじゃない。男の子、同じ学年の男の子がなんか自転車で電柱にぶつかったらしくて、自転車乗っててなんかよそ見してたかわかんないけど、ぶつかってなんか自転車からなんか落ちてみたいな、なんかとにかくやばいことになって前歯がなくなったみたいな。そういうのってどうやって治療するのかなって思って、
もう差し歯しちゃうのかなみたいな。見た目的にもね、前歯って危ないしね、しかも大きなね歯で、大切な歯ですもんね。もう生えてこないのね、生えてくればいいじゃん。セルみたいに手とかさ、こうやってちぎれてもさ、うーんって生えるとかさ、めっちゃ羨ましいって思うんだけど人間がそれだったらちょっと引くけど。ピザクックのバイクとぶつかって前歯、え、怖っ、前歯なくなりがちだ。なくしてから気づく、ありますよ。どうやってなんかさ、でもどうやって治療するんだろう。やっぱインプラントみたいな、差し歯入れるのかな。サメは、あ、生えるんだ、最高だね。サメセルが一番大好きウケる、セルが一番好きってところがなんかウケるわ。ウケるっていうか個性出てるおもろいね。あ、でも結構好きだったよセル。なんか好きっていう か結構強いよね。なんかすごいこっちから、なんかこっちっていうかその悟空側からしたらめちゃめちゃ厄介な敵だったよね。でもあえてすごく印象的なセルのシーン、セルが出てくるシーンをね見入っちゃってた。生えた生えたって、いやさすがにもう分裂してるから大丈夫でしょうとか思ったら、まだ生えてるみたいな、まだ生きてるっていう。あ、そう、声がいいっていうのあるよね。明日の配信チケットゲット本当ありがとう。セルで例えれたの結構すごい。え、そう、ちゃんと結構視聴者、理想的な視聴者だよね。え、どうなるの、生えたー生えるんかーいって感じで見てたよ、小さい頃から。小学生の頃からやっぱ見てました。あ、今日もギリシャヨーグルト買っちゃったよ。いや、買ったっていうか昨日スーパーで買って作っちゃいました。で、なんかザクザクするやつも買って、オーツフレークみたいなの使って、あ、最高でしたね。呪術回戦も大事、確かに。もう少しで会えるのか皆さんと。オートミール、違う、オートミールは米化させたりするんでしょ、じゃなくて、ベイクドオーツって書いてある、ナッツ&シード。ベイクドオーツってなんだろう。ナッツ&シード入りベイクドオーツ。そう、コーンフレーク的な感じだけど、麦がなんかね、わかるかな、このこれ、こういう感じのやつが
こういうさ、なんていうの、麦の実的なこの食感がすっごい好きなんだよね。この麦のなんていうの、発芽前みたいなやつ、そういう形してる 麦のあれがすごくなんかね、食感がすごい面白い、美味しいんだよね。ぜひ見つけたら買ってみて。そう、フルグラには多分入ってるけど、そうそう、フルグラより、フルグラってなんかシリアルとかさ、パフみたいなやつも若干混ざってるやつもあるじゃないですか。それがちょっとなんかあんまり好きじゃないっていうことで、私もさやちゃんもあんまり好きじゃない、そうので、一緒にスーパーで買ったんですけど、そう、形は麦のままなんか、そう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 、出てきて、インゼリー何に使ってる、あ、圧力かけるみたいな、潰して、ヨーグルト潰して水分を出すための重さを、重さで乗っけてんのよ。こんばんは。朝ごはんね、え、朝ごさん、あ、朝ごさん朝ごはん、朝ごはんは食べないんだよ普段。そう、食べないですね。でもヨーグルトは 朝ごはんがいいと思います。うん、フルグラ太るって聞いてが怖くて食べれない、わかんない、ものによるんじゃないかな。糖質カットとかいうやつも出てるからね。まあ痩せはしないとは思うけど、それ食べるからって言ってヨーグルトとかにのせたら美味しいけどね。まあフルグラはちょっと甘めだなっていう印象です。なのでこういう麦とかのメインのやつの方がカロリーっていうか糖質はちょっとカットできて体にいいかなっていうことで選んでる。でも本当にね、そういうの入れるのもね、この手のひらで掴めるぐらい、もう本当少量しかかけたりしなければ、まあそう、ヨーグルトにちょっとかけるぐらいだったら全然いいかな。それをご飯のようにカオカオって食べたらダメだね。うん、食べ過ぎるのも体に良くないらしい。何でもそう、あのこれを食べたらダメとかないんです多分。けど何でも食べ過ぎが良くないだけで、過剰摂取がダメなだけで、何でもこれは食べちゃダメだっていうものはないと思います、ないと思ってる。そういう情報を結構目にします。朝、そうだね、起きれたら、朝早く起きた時は、まあそうだ、飲み物とかかな、うん、大体起きません、朝起きる予定がなければ。団地とも思いが好きだわ、他も好きだわ全然。ディゼロ3期が始まるっていうことですごく喜んでます。私キングダム貯めちゃってるので、本当に早く見なきゃやばいなって思ってます。ビヒダスにハチミツがいいよね、わかる、ハチミツ美味しいよね。クニショウさんありがとう、ギリシャヨーグルトチャンネルさん本人、どうでしょうどうでしょうか、雰囲気変わりましたね。そうですか、そうですかね。舞台がね 5月末にあるけど、結構そこで暗めの色にするから、まあ今も暗いんですけど、暗い感じの暗い色で、学生のね役だから
それに向けて徐々にねどんどん暗くしていってますけど、可愛い清掃からです。あ、そう、ディゼロ3期がちょっと楽しみだって感じ。あ、他にもあったよ。寒い、なんかすごい寒いって思ったけど今全然16度ぐらいあるのかな、15度。そう、さえちゃんと美容室行ったよ今日は。明日はフェスだからちょっと早めに寝なきゃね、早めに寝なきゃなって思ってます。あ、そう、薬は大好きです。プリシャさんありがとう。明日から関東暑いよ。あ、そうなんだ。じゃあアウターいらないかな。アウターはいらなさそうですかね。そう、日帰りなので泊まれないので、もちろんおしゃべり会が明後日、しあさって2日があるのでね、いらないに合うた。 OK、 ありがとう皆さん。遅く、あ、さえちゃん終わったのかな。そっか、私もちょっと準備しなきゃ、もう寝る準備を早めにいたします。ありがとう。20度超え？あんま外出ないけどね。じゃあね、おやすみ。ありがとう皆さん。ランキング読みます。13位谷川とかさん、12位亀さん、11位ひろとさん、11位ひろさん、ひろさん、9位バラさん、8位ブタバラさん、7位ズッキーさん、6位タータンさん、5位クロちゃん、4位フォークピグさん、3位ヤクさん、2位アオイちゃん、1位タイちゃん。とにかくありがとう、ありがとう、今日もありがとうね。皆さんコメントありがとうございます。ありがとう。寝てね。私ありがとう、ありがとう。みんなも遅くまでありがとうございました。寝てね、明日頑張るぞ。ぜひ配信でご覧ください。じゃあねー、バイバイ。